ハニーレモンソーダっていう漫画です。これを返すやつ？そうです。でまた続きを借りるんですか？そうです。面白いの？面白いです。めっちゃ面白いです、ね、お財布見つかってよかったですね。よかったです。これで借りれます続きが。よかったですね。ニコニコですね。そうですね、ニコニコです昨日はあれムスーッとしてたのにね、車の中で、うん、返す前も読んでるからね、うん、今日は連休の4連休中の3日目でございます。外は雨でちょっと暗いです。やばい、ちょっと暗い。画面越しも暗いですね。ねえ、聞いた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 。ねえ、挨拶教室のさ、一段はさ22しかないの。うん。リミは暗殺教室見てんの？うん、すごいハマっちゃったね、リミね。暗殺教室ね、何周してるんだろうね、今。何回目なの？2週目？ 2週目だ。すごいね。すっかりハマってんね。はい。今からね、はい。じゃとりあえず、今から本屋さんに。はい。ツタヤに借りてたそのさっきの本を返しに行って、続きを借りるんですか？そうです。はい。そうします。じゃあ行きましょう。はい、ということで新たに借りてきました。でも私が借りてた続きがなくて違うの借りてきました。何借りてきたんですか？午前0時にキスしに来てよの続きと、ヒロアカのスピンオフみたいな感じの、へえ、そんなのあったんだ。借りてきました。今から読むんですか？そうですね。まあ酔わない程度に、はい、してくださいね。はいはい、はい、ということでね、次はご飯食べに行きたいと思います。はい、お腹空いたね。もうめっちゃお昼過ぎてんだけど。朝が遅かった。いいですよ。2時半でございます。まだお昼から食べておりません。はい。お腹空いたね。お腹空いた。何食べようかね。何食べようか。今日はね、お出かけは午後からですね。午前中は家で撮影したりとかね、してましたね。はいはい。どうですか？もう美味しいです。美味しいです。しゃぶしゃぶ。どうした？ちょっとやめてくださる。ちょっと。暑いよね。すごい顔してる。さっきの顔やって。シーサー？シーサー？シーサー。出たシーサー。可愛い。可愛いよね、シーサーね。シーサー可愛い。え、これ何？これ何のマネリン？ウルトラマン。違うよ、自由の女神だよね。ほら、自由の女神だよ。これ見せてください、ゆみさん。これいいね。なんかさ、こうさ、エコバッグにするじゃん。その後さ、この脇をさ、ピって引っ張ってさ。そうそうそう、こうやって。やった後。使うじゃん、こうやって。その後さ、袋に直す、畳むのがママめんどくさいの。それをここの脇を引っ張って、いいよ、ほら一気にこうなるっていうのがいいね。これいいじゃん。で、あとくるくる丸めればいいんでしょね。あ、できた。上手上手。畳めるところがいいよね。一気に畳めるっていうのが。はい、りみちゃんは何を選ぶんですか？これ何？体っこするやつ。あ、ここがちゃんとなんか体洗えるようになってんだね。すごいね。これをこうやって体こうやってこするの？じゃあこれを買いましょう。おちゃん、こちら見して。アイロン見本を見せてください。このね、これです。この可愛いこちらお買い上げします。はい。可愛いね。そう、家なのでかすぎんだよね。はい、じゃあね、フランフランでできたもの、はい、もう一回ね、3つママ、しーちゃん、りみちゃんお買い物しました。まずしほうがこのね、はい、ストレートアイロン。はい。これね、使ってみ、動画でもね、今度使ってみたいと思います。めっちゃ可愛い。可愛いよね。旅行とかにも持っていけるし、すごくね、可愛い。使いやすい。海外 OK って書いてあるの。海外。海外でも。海外はでも当分行けないかな。さすがにね。続いて、りみが買ったものは、こちらの。はい、可愛い。体洗うやつ。お風呂グッズです。おかえり。続いて。ママが買ったものはこちらのこれ絶対いいと思います。エコバッグって何が嫌だって畳むのがめんどくさいんですよ。使った後これ畳まなくていいという、こう横を引っ張るとこう綺麗になるとで丸めるだけめっちゃいいです。これちょっと高かったけど、はい、買い物行くといっぱい買うので確かにね買ってみました。以上です。はい、ということでね、見てください。買っちゃいました。これは花子くんですか。自爆少年花子くんのね、っていう漫画、アニメがあるんだけど、そのファイルです。一目惚れだったね。可愛いって。みんなね、好きなもの持ってんの。マジ可愛いと思って、一目惚れして買いました。はい。はい。自分のお小遣いをはたいて買いましたね。はい。めっちゃ可愛い。入れていい？うん。めっちゃ可愛いので、大切に持って帰ります。大切に持って帰ります。はい。まだお腹いっぱいだね。ね。最後は温泉に行きます。温泉になんか最近できたばっかり。うん。らしいです。今月できたんでしょ？7月にオープンしたばっかりの温泉らしいです。だから多分ね、感染予防対策もバッチリなはずなので、はい、ちょっとね、今までも怖かったからそういうとこ一切行ってなかったんだけど、はい、そういうのがちゃんとしてるならばということでね、4連休どこにも行かないから、ちょっとね、温泉ちょっとだけ行ってきます。行ってきます。はい。いいですか？うん。こうちゃん何ですか？キウイヨーグルトで。キウイヨーグルトで。リミに見せたらごめんって言われた。リミちゃんさっきアイスをねこぼしたんだよ。洋服に出ちゃって。最近しーちゃんキウイにハマってるよね。キウイ大好きなんですよ。いただきます。なんかおしゃれなのを急に飲んでるんですけど、なんか見てパパがおしゃれなの飲んでる。ちょっと何やってんの。似合わな。ちょっとなんか全然おしゃれに見えないんだけど、全然映えないもんね。ママは普通のコーヒーでなんと2本目です。2本目です。すごーい。めっちゃ美味しいこのキウイヨーグルト。お腹痛くならない？なりません。なりませんね。私のお腹は冗談ですよ。すごいね。でも美味しいんだよねこのねお風呂上がりのこういうね甘いものがね。車で飲むの？車で飲むって決めちゃったから。なるほどね。はい。飲みたくてうずうず。